んなでハムハム。台湾麺線、料理の名前がそのままついてる。舞台は前回に引き続き新橋にある日本初の麺線屋さん。そこで伊藤ハムの商品を使って新メニューの開発を無茶ぶりしたら、お弁当にも使える台湾流簡単で美味しいおかずが完成。ちょっとね、予想を超えてきますね。うまい、うまい。絶対見てください。